じゃあ早稲先生今回何やりましょう。じゃあヒールリフトというのがあります。聞いたことある。はい、ヒールと言われるいわゆるかかとですね。はい、このかかとで、ボールをポンと、ヒットさせて上に上げてくるという技なんです。ほうほう、うん、股に挟んでから挟んでますね。こう、はい、くるっと、わすごい、ここに沿うような形、ふくらはぎに沿うような形にボールを上げます。はい、そこでまあジャンプしながらヒールヒットさせて上に。なるほどですよ。うわ、すごっ。おぉ、こんな感じですね。とろけるー。チーズボーイによるヒールリフト、名付けてチーズリフトドローリー。いきますよ。はい、難しいな。あ、おお、いいですね。ちょっと待ってください。お、惜しい。あれでキャッチしましょう、ノーバウンドで。わかりました。惜しいですよ。惜しいですよ。いけそうな気がする。うわ、おぉ、オッケー。めっちゃ膝痛い。素晴らしい。ヒールリフトってこんな無様なもんなんですか。いや、ヒールリフトじゃないですよね、これは。え、ヒールリフトでしょ。チーズリフトだよ。あー、チーズリフト。お前とろけるおい、おい、すごい、素晴らしいです。飲み込みが早い、さすが。それがチーズリフトだ。なんですか、そのリアクションは。とろけるー、とろけるー、いくよ、とろけるー。なんとか、なんとか。本当にまだ今5分ぐらいしか やってないんで。さすがでした。